浜尾志郎実あり得る場合、1. 病院内の出来事手術剤の上では患者の苦しみはだんだん落ち着いていくようだった頭の方に立った若い医師は 緊張した面持ちで麻酔剤を送りつつ、患者の表情をまばたきもせずに見守っている2人の看護婦によってお答えられた患者の下腹部の表面は完全に露出せられかつ完全に消毒されたそばに立ったまだ若い男ぶりのいい眼鏡をかけた医師が手術を引き受けるらしく片手に鋭く光るメスを持って さっきからしきりと左手にはめた腕時計に目を見合っている緊張しきったこの手術室の一隅に寂しく立つ女性がある驚くべき美貌の女性である彼女はただ心配そうに患者の様子を遠くから覗ぞいていた急に医師が夫人を顧みていった姉さんさっきも申した通り ババツツ氏の氏家博士に至急来てくれるように頼んではあるのです無論博士は今途上にあるかとは思いますが何分山道で多少の時間がかかるかもしれません一方兄さんの容体は非常に危険なありさまなのです一刻も手術を遅らせることはできません僕のこの病院長として医者としての自信は十分あります 博士の来るのを待ってはいられないと思うのですがこういう場合ですからすぐに手術に取り掛かろうと思うのです断じて間違いはありませんただ大事の上にも大事を取って博士を呼んだだけですから女であるあなたにここにお立ち会いをお願いするのは忍びませんが早急のこの場合姉さんより他に来ていただく方がないのです ただそこにいてくださればいいんですがけんさんお願いですどうか早くあなたのいいとお考えになるようにおやりあそばしてどうかすぐに手術におかかりくださいましきっぱりした答えをなした彼女はこう言い終わると急に両手で顔を覆ったそれは感情に迫って流れくる涙を隠すようにもまた 恐ろしいものを見ないようにするようにも思われた若き院長は振り返って手を挙げて助手と看護婦たちに命令を発した室内は急に一斉に活動に入った急激な盲腸炎の発作に対する腹部切開の手術は始められた健さんと呼ばれた執刀者は自身の弦のごとく素晴らしい手腕を着々と表し始めた 手術は手順のごとくに進行したそうしてまさにこの手術の最も重大な点に来たその途端だった室内の者は皆幹部とその辺りに動くメスに視線を集中していたので院長の挙動には今まで誰も気が付かなかったが不意に今まで手際よく運ばれていたメスが医師の右手に固く握られたままブルブル震えた時 一同はハッとして院長の様子を見た次の瞬間にメスはポトリと右手から離れると同時に院長は真っ青な色になって立ったまま後方に倒れかかった脳貧血院長のすぐそばにいた看護婦はとっさにそう考えて彼の体を支えた「先生先生!先生」という 気狂いのような叫び声が起こった同時に麻酔剤を送っていた若い助手は急に自分の位置の重大なのに気がついた彼は一方院長をどうにかしなければならないしかし同時に刻々に出血している患者をどうするこの混乱の間にあって彼は勇敢に患者のために尽くしたししかしそれがためには、 全く人が足りなすぎた看護婦たちが老狽しすぎたなるほどこの場合失神した院長を極力解放することも重大事だったしかしそれに力を尽くすと同時に腹を開かれたままの患者は全く絶望的状況に陥るよりほか仕方がなかったはじめ院長が倒れかかった時にはまだ何事であるかをはっきり認識しなかったらしいあの女性 すなわち患者の妻は室内の混乱とともに全ての事情を知ったらしい彼女は失神せる院長に飛びついてけんさんけんさんと力限り叫んだがその高なきを悟ると直ちに若い助手のところへ駆け寄ったあなた大丈夫ですかえ大丈夫ですか しかしこの若き助手の顔色からも何らの慰めを見いだなかったらしい彼女はついに患者のそばに駆け寄りその首をしかと抱えてただあた「あなたあなた!と」と叫び続けていた二十分ほど経ってからようやく駆けつけた氏家博士は やっと意識を回復しかけた院長を見いだしたが同時に生死の大手術の真っただ中で失刀の医師に倒れられた患者はその手術を急に中止されたまま後の手当が不十分であったためにたとえ現場にいた人々は全力を尽くしたとはいえついに生命を失わなければならなかったことを知って自分の自動車が途中でパンクしたことを ニラをかむような思いでしみじみと心の中で繰り返し繰り返し食いたのであった2竹内健次郎の話全く夢のようだったあんなことになろうとは誰が思う実際 一寸先は闇とはよく言ったものだ兄竹内義彦が盲腸炎の激烈な発作を訴えたのはあの前夜夜半だった何分自宅では手当に不十分なのでとりあえず私の病院に収容したのだが容体は刻々に悪くなる一方だったどうしても早く手術をしなければならないそれで私は直ちにその用意をしたのだ あいにく副院長の生島君はちょうど Y 山の向こう側へ急病人の手当てで行っている自分一人で十分やれる自信はあったが何分大手術のことだから大事の上にも大事を取ってバツバツ市の病院委員長氏家博士に電話で至急来てもらうことにしただからあの際自分としてはできるだけの手配はしてあったつもりなのだけれど一方 兄の様子は時々刻々に悪化してもはや1分といえどもそのまま放置しておくわけにはいかなくなったのだそれで姉の承諾も得てすぐに大手術に取りかかったわけである手術は順調に進んでいったちょうど盲腸の部分を摘出しようとする刹那だった急に辺りが暗くなるような気がしたおやこれはいかん とはっと思ったきりその次の瞬間からは全く記憶がない気が付いた時は氏家博士が私の顔を覗き込んでおられた自分が目を開いたのは自分の病院の一室であった厳粛な顔をした博士はただ一言「竹内さん患者はダメでした」 と言っったたのみだった医師としての取り扱いにつき私は一応当局者の取り調べを受けなければならなかった無論私としては何ら非難されるべきところはなかったと思うあの急の場合私自身嫉妬しても少しも差し支えないしまたするべきであった私があんなありさまにならなければ 手術は完全に行われたと思われるからであったただ時々襲われる脳貧血にちょうどあの場合出会わしたのは兄にとっても私にとっても不幸だったと言わなければならない当局者も私の立場を十分理解したと見え別に何の咎めもなかった無論当然のことではあると信じるが 3. その後の出来事竹内義彦は椎県の病院の一室で不慮の死に遭遇した彼には若い美しい春子という妻があるのみで子は一人もなかった春子は夫の死後里に戻るとかいろいろの噂があったけれどその噂は実現せず 若い美しい未亡人として竹内家にとどまっていた竹内義彦は竹内家の当主でありかつ莫大な財産の所有者であったとか彼の死とともに弟の健次郎が竹内家の当主となりその遺産も健次郎に移ることになっただからといって健次郎は決して姉春子を粗末に取り扱うようなことはなかったいいな かえって親切すぎるくらい彼女の世話をよく見てやったこうやって義彦の死から約1年半たってから健次郎と春子との結婚問題が持ち上がったのであるこれは双方の親戚から起こった話で決して不自然な話ではなかったことに初め竹内家から春子を嫁にと望んだのが実は健次郎であって義彦ではなく 春子が兄の方を選んだのは春子のその時の考えであったことが今さら文明すると兄のないあと彼女が賢治郎のところにかすることはそう不自然ではないのであるこの時は間もなく実現されて春子はここに竹内賢治郎の妻となり莫大な財産を再び事実上持つことができるようになったその後2人の運命は恵まれ 大財産の主たる健次郎は間もなく C 県の山の中という偏僻なところから S 県の L 市に移りそこに堂々たる病院を経営するようになったのであった、4. 古城の出来事竹内義彦の死からちょうど3年ばかりたってからのある夏 H 山の栄子畔に勉強方々秘書に行っていた大学生が4人月のいい8月のある夜8時頃に古城をボートを漕いで回っていたするとその中の1人が突然女の叫び声を聞いたように思ったのでその方向を透かしてみると2丁ほど隔たった沖に月光に照らされた和線が一層見えた近づいてみると 声の主はまさしくその船の中にいて、その船には女の人がたった一人いたばかりであった。彼女は狼狽して、自分の夫が今ここで水泳中、急に姿が見えなくなったと訴えたので、決起に流行る若い大学生らは、みな等しく裸体となって水に飛び込んでみたが、どうしても彼女の夫の行方は知れなかった。とりあえず学生連は、 上陸してをを報じじたので駐在所をはじめ土地の人々は力を合わせて死体を捜索したが見当たらずとうとうその翌朝になって岸から2丁ばかり隔たったところに浮き上がった男の死体を発見したのであったいろいろ取り調べの末こういうことが文明したこの夫婦は N 氏の竹内健次郎及びその妻春子で約5日ほど前から 湖畔ホテルに滞在していた毎晩2人は船を借りて湖に出るが水泳の好きな健次郎は必ずタオルと水着を船に乗せて出るのでその夜も7時半ごろ出かけて沖で船を流したまま着衣を水着に着替えて水に飛び込んだものである実際調べたところによると船の中には乾いたタオルと着衣が残されており死体は 水着を着をたた。ままであった死因は全く歴死で水泳中疲労のためらしく外傷その他怪しむべき箇所は一つもないのであった春子夫人は3年前目の前に第1の夫の死を見今またほとんど目の前で第2の夫の死を見たわけである世間が彼女のまれな不幸に 満腔の同情を捧げたのは必ずしも彼女が美しいばかりではなかったろう。五竹内春子の話思えば私ほど不幸な女が世にまたとあろうか。はじめ夫・義彦は私の目の前におりながら。 あんな不幸な死を遂げなければならなかったそして今の夫健次郎はこれも私の体からわずか3軒とは隔たっていないところでもがきながら死んでいったのである忙しい体を休めるつもりで私たちは一年中の恵まれた時としてこの暑い夏の1週間だけを選んだのだった湖畔ホテルに着いたのは まだ5日前であるその日から夫と私は昼と夜とたった2人で湖水に船を浮かべるのが決まりであった今になってもあの戦中で語り合った楽しい物語などが頭から去らない A 子といえば先の夫だった義彦と2人で来た思い出もあるあの頃私は初めて結婚して 世にも幸福な身の上であった。あああの新婚の度にも私と義彦とは古城であの明るい美しい月の光を幾度賛美したことであろうその同じ月が今度健治郎の死を冷ややかに眺めていようとはあの夕べ私たちがホテルを出たのは7時半頃だったろう 夕食のカフェを飲み終わると健次郎は卓上のバナナと西洋梨を戦中で2人で食べようじゃないかと言ってハンカチに包んで食堂を出たいつものように泳ぐかもしれないというので私は一旦部屋に帰り水着とタオルとを持ってきた湖畔に出た時はもう夫は炉に手をかけていた私たちは幸福だった 一寸先は見えぬ人間の浅ましさで二人は山の端から上がろうとする月をたたえながら湖の中心の方へと進んだのである岸から五六町も下手だったところで私たちはバナナや西洋梨を食べた快活な夫は梨の一つを力いっぱい投げてはるかに水音を立てて沈む果物を透かし見ながら自分の腕の力を自慢した つなぐべき場所もないので夫は船を浮かべたまま水着一つになって湖に飛び込んだ月光に照らされた古城は美しいけれどもものすごいようでもあったもしこの夜初めて夫が湖に入るのだったら私は恐ろしさに止めたかもしれないけれどその日で夜の泳ぎは仕事度目だった私は 船から隔た,たっていくポツンとした夫の黒い首を眺めて何の不安も感じていなかった初めのうちはいろいろ声をかけて泳いでいたがそのうち遠くになってはっきりは見えないようなところに行ってしまった私はいまさらのようにこの広い宇宙の中でたった一人残されたような気がしたのであるふと仰ぐと 夏の夜の降るような星くずがキラキラと私の上に輝いているそのうちの一つがスーッと動いたと見る間に長い夜を引いてかなたに消えた「ああ星が」と思うと私は何となく妙な気分になってしばらくただ空を見つめてぼんやりとしていたのだったこの間私は しばらく全く全てを忘れていた我が身を忘れ夫を忘れただ方針の状態で空を見ていたのだふと妙な水音がしたので驚いて振り返り水面を見ると健次郎が船から4軒ほどまで泳いできている少しいつもと調子が変わっているなと思ってつっと乗り出してみるとしわがれたような声を上げた その途端にぼこりと首が水中に浮かんだがすぐ右手が水面に出た溺れている私はとっさの間にこう思ったどうしたらいいだろう私は船をこぐすべは知らない目の前で私の夫が沈みかかっている私は夢中ですくいを求めたように覚えているしかしあいにくあたりには 一層の船も見えない。私は気が気でなかった一旦沈んだ夫はもう一度首を水面に出した私はその時の夫の顔を今でも忘れない夫はその時視力を尽くして何か叫んだ全く聞き取れなかったそしてこれが私の夫を見た最後なのだ 私は夢中で路をつかんだ。重いけれども何とかして動かしてみようとしたしかしまったくこれは無駄な努力だった夫は沈んだ妻である私の目の前で私は声を限りに叫んだそうしてようやく遠くに姿を現した船がこの声を聞きつけてくれたのだ 若い人たちが極力捜索してくれたけれどもその夜はとうとう夫は見いだされなかった夫が本当に死体となって出てくるまで私はどこかに夫がまだ生きているように思っていたけれどまざまざとその死体を見せつけられた時私は二度目の夫が本当に死んだのだと感じたのだ こうして私は世に最も不幸な女になってしまったのだった6私の考え方読者よ以上私は世に行われた事件とおよびその当時の当事者の言説をありのままにここに記してきたこの出来事は いずれも決して怪奇なな事件ではないしかし我々は行われた出来事に対していろいろに考える自由を持っている私は法律家ことに現職にある検事としては手術な憶測をするのを慎まなければならない地位にいるけれども人間である以上自分の思想は決して束縛されてはいないのである。 私一個人としてはいかなる考えを抱きまた発表するも差し支えないと信じている竹内義彦が病院で死んだこと堂健次郎が古城で死んだことこの2つの事実は想像の問題でなく確たる事実である我々はこれを疑うべきではないしかし彼らがどうして死んだか この点に関しては我々はどんなにでも考えることができる正情に発表されたことは確かにあり得ることでありまたありそうなことであるしかしそれはいくたのありうる場合のたった一つの場合に過ぎないのだその他の場合を考ええないわけではないしかも我々は神でない限りそのどれが真の事実だったかを知るよしもない 事実はたった一つあるのみである我々はその事実を確実には立証しえないしかし立証しえないからといってそのことが嘘だとは誰が言えよう私はこれからこの事件に関する私の想像を書いてみようと思う私は決して推理とは言わないなぜならば私は推理すべき何らの材料をも持っていないからである もし私が探偵小説家だったら推理すべき多少の材料をここに付け加えるに違いない例えばかつて健次郎が私と会った際「もし兄が死んだら財産は誰に行くでしょうか?」と聞いたというようなことまた例えば春子がかつて私に会った際「どんなに心では確かだと思っても」 他人に証拠立てることができなければ殺人事件というものは訴えてもだめでしょうかと尋ねたというようなことを記してそれからいろいろと書いていくに違いないのだ私といえどもさような殉職を知らないではないしかし私は法律家である読者の前にはできるだけ正直でありたい私は実は ももはるこも多少を知ってはいるしかし彼らは一回だって先に紹介したような感想以外には何も述べていないのであるだから私がこれから言おうとすることは全く私の一個の考えなのだしかしそれだからといって事実でなかったと誰が言えるか私は私の言うことの事実なることは立証しえない これは、はっっきり言っておく。しかし同時に事実でなかったという証拠も挙げられないのである私はここにありうべき一つの場合を考えているのだそうしてなぜか私にはそれが正しく事実であると信ぜられるのである私は私の考えを述べるにあたって当事者の手記の形を借りようすなわち 今まで述べてきたところのうち第二と第五の項を次のごとく置き換えるのである試みに第二に対して第七を第五の代わりに第八を置き換えて読まれよこの事件がどのくらい深刻なものかを知られるであろう竹内健次郎の手記 丸丸丸年丸月丸日。僕は望みを捨てなければならない人もあろうに彼女が兄の妻になろうとは僕はもっと早くはっきりしたことを言うべきだった彼女とでももしこの僕の気持ちを本当に知ったなら兄の妻になることを承諾はしなかっただろう仮に僕の愛を拒絶したにせよ 兄の妻ににななることも拒んだに違いない僕は悔いる勇気のなかったことをしかしもはや全ては遅すぎた丸月丸日彼女は一体僕を何と考えているのだろう僕に対して姉としてはあくまでも親切であるしかしこの僕の悩みを 少しでも知っているだろうか「丸月丸日」こう考えることは彼女のために正しくないかもしれないしかし彼女のこの頃の生活ぶりを見ていると彼女は兄の富が僕よりもはるかに大きいということを考えて嫁に来たのではないか僕も兄のような身分でありたい兄のように 何もしないでただ花壇ばかり眺めている人間にはこうやって終日働いている僕の苦労もわからないだろう兄は富と彼女とを両手に抱いている幸福な男だ同じ兄弟と生まれ同じ家に生まれながらただ先に生まれたというだけでしかもそれは本人の功でも責任でもないのだが兄はこんな幸福を得 弟たる自分はこんな不幸に苦しまねばならない自分は今まで兄の富をうらやんだことはないしかしもしもし彼の富が彼女を誘惑したのだったらああ自分は弟なるがゆえにどれだけの不幸を得たか「まる年まる月まる日」 雪の激しい山道をようやく今帰った生活のためとは言いながらこんな日に働かなければならないことはかなりつらい俺はただ雪の中でこんな時温かいストーブを囲みながら楽しげに語る兄夫婦のことをふと思い出した今日の患者はとうとう死んだ弟が後を継ぐということだった 丸月丸日恐ろしい夢を見た昨夜兄が死んだ夢を見たその夢の中で彼女が俺に「けんさん私実はあなたを初めから愛していたの」とはっきり語ったもし兄が死んだらこんなことは考えてもいけないことだ しかし本当にもしだもし今兄がいなくなったら家の財産はどこへ行くのかそして今こそ絶対的に手も触れられぬ彼女に対してある可能性が出てくるではないか丸月丸日とうとう俺はやっつけてしまった 今までこの数か月頭の中ではっきりとはしないが根強く頑張っていたあの恐ろしいことがとうとう起こったしかもあんなに自然にあんなにうまく行われるとはこの俺すら思わなかったことだ誰が俺を疑うものかはじめ兄が盲腸炎で苦しみ始めた時俺は実はもしこのまま兄が死んでくれればと ひそかに考えたけれども本当に苦しんでいる彼をじっと見ているうちにいつしか俺は全く医師としての義務心を感じ始めた手術は下級を要するものだった1分といえども遅らせられない俺はこうした時いかなる意思でも取るであろうところの方法を取ったまずすぐに病院へ入れた一方 何分大手術のことでもあるからバツバツ師の氏家博士にも来てもらうように依頼した彼女に立ち会ってもらって手術は開始されたいよいよ盲腸を切ろうという時ふと心の中で悪魔がささやいた汝はその手術を完了すると同時に希望を再び永遠に失わねばならぬ 汝は今世にもえがたき機会を恵まれているのだ手術を中止せよそのままに放置せよこの悪魔のささやきは俺には典型のごとく心にひらめいた俺はいくどかメスを止めようとしたしかしあの場合どうして手術を中止できるだろう俺は 心の内の悪魔を払いのけようとして頭を上げて目を天井に向けながら首を振ったその瞬間だった周囲がジーンとなって急に暗くなってきた脳貧血だと俺はその刹那に感じた23回今までにこれと同じ場合にぶつかったことがある俺にはすぐにそれが分かったのだ 次の瞬間に全てが分からなくなってしまったけれど実際に意識を回復したのはほんの少しの時間の後だった俺はまだ看護婦たちが俺を助けながら手術室から運び出そうとしている時早くも気がついていたのだ少しも早く手術を続けなければならぬ俺は医師として明らかに感じたと同時に この恵まれた状態を利用せよという力強い悪魔の声が耳に入ったそうだそうだこのまま眠っておれ兄をあの悲惨な状態に残しておけ聞けあの姉の悲鳴を助手の狼狽の声を看護婦たちの叫びを兄は死につつある 一歩,一歩死に近づいていてる俺はあの時失神するまでははっきりした気持ちを持っていなかったしかしもし俺のこの行為が殺人罪となるならば俺は意識を回復した時からはっきり見殺しの決意をしたのだあの場合手術室の中で看護婦らの手に抱かれていた時ですら 俺はすぐに立ち上がって手術を完成し得たのだ兄を完全に救うことができたのだ手術室の騒ぎを耳にしながら隣室のベッドの上で俺は心から悪魔の笑いを笑ったあの悲鳴と混乱こそ俺を幸福に導く公共学だったのだおお何たる幸福 しかして何たる完全な犯罪。誰がこの俺を殺人者として名指しし得るものぞ。誰が俺を見殺しと名指しし得るものぞ。悪魔よ、何時に感謝す。八、竹内春子の手記。 考えても恐ろしいのはあの夜の出来事だ。そしてあの時の私の気持ちだ。私はあの時の夫の最後の顔を今でも幻のうちに見なければならない。あの恨めしげな目、あの呪うような唇、それがこうやっていてもちらついている。本当に恐ろしいことだ。 どうして私はこう恐ろしがるのだろうそれは今になっても自分のしたことが確かに間違いなかったと信じ得られないからではないかそうだ確かにそうなのだあの刹那こそまさしく私は夫の仇を討ったと思ったしかしその証拠をどこに求めることができるか夫は義彦は 果たして賢治郎に殺されたのだろうか義彦の不幸な死以来私は世の中の楽しみというものを失ってしまった幸福というものを失ったいっそ死んでしまおうかとまで思いつめた私は賢治郎の切な望みによって彼の妻となってしまったのだ恋も愛もなくただただ彼の希望によって 夫ジロ郎は本当に私を愛してくれた前から私を愛していたのだとも言ってくれたけれど愛されれば愛されるほど私はなぜかジロ郎を疑いたい気持ちになってきたのだこう考えるのは恐ろしいあの手術の時のジロ郎の様子を怪しいとは言えないけれどけれど そうだ、本当にしかしだああ私は何と言ったらいいかはっきり言えないのだけれどもあの不幸な偶然が偶然でなく何者かに仕組まれた悪魔の仕事のように思われてならないのだ賢次郎が私に愛の表しをするたびごとになんだか恐ろしい気持ちがしてならないのだったそうしてあの数日 私はかつて義彦と楽しく暮らした英子藩の辺りにいてますますその感じに浸るようになったのだあの夜いつものように健次郎と私は二人で船を湖に浮かべていた古城一面に照り輝くべく山の影から上がる月を見ながら健次郎はいまさらのように幸福を語った私はその時何気なく それも皆、義彦様のお亡くなりになったためね。と言ったすると健次郎は暗い顔をしながらこう答えたししかあ私はしかし、この言葉がいつになく妙な響きを持っているように聞いた反対に。あれは、 実は僕の責任なんなだよ。と言ったように聞こえたこの会話は今もはっきり覚えているその時私はしかし山の端から出る夏の月を眺めて昔のことを思いふけっていた本当に美しいあの夜だった月が山の影から出ようとしておる仰げば 幾万の星が大空に輝いて私を見つめている私はしばらく全てを忘れただからジロ郎が何か優しいことを私に言いながらそっと口づけしてくれた時も私は甲骨として大空の光に見入っていたのだザブンと音を立ててジロ郎が水に飛び込んだ時初めてハッとして湖面を見つめたのだった 健次郎ははじめ泳ぎながら私に何かしきりと気を引き立てるようなことを言ってくれたけれどもそれが私にはたまらなく嫌だった水の中から何か私に言いかける言葉は妙に私の気持ちを不愉快にした月が明るく古城一面に輝き始めた頃私は過去の旅を思い出した この間何分だったか何十分だったか私は覚えがないおおあの月変わらぬ月義彦とこの湖に遊んだあの楽しい旅あの時私は確かにどうかしていたに違いない月を見つめていた私は目の前にありありと 義彦の影を見たのをただ。確かに見たありゆうべからざることだ私の心の迷いかもしれないしかし私は確かに見たしかも哀れな痛ましい義彦の死に顔をはっきりと湖の水にちょうどこの時だった私は妙に激しく水を打つ音を聞いた はっと我に返って水面を見ると船からわずか2軒ほどのところで賢治郎がバタバタともがいている彼は一度首を水の中に突っ込んだ続いて両手を出してそこら中をかき回した私の方を見て哀願するように何か叫んだ月に照らされた彼の横顔は青白く光っていた 彼はまさしく溺れかかっているどうしたらいいかでも彼は必死になって船の間近まで最後の努力で泳ぎ着こうとしている私は夢中でそのままにしてあった炉のところに駆け寄ったもう一二尺その先を突き出しさえすれば賢治郎の必死の力でその先をつかむことができるのだ 実際健次郎は最後の力を満身に集めてその炉の先まで泳いできた本当に彼は水の中に半分沈みながら最後の努力で水面2寸くらいのところに突き出ている炉の先に触ろうとしているその刹那だ月に照らされた彼の頭のすぐそばに私は再び死んだ先の夫の姿を見た 否確かに見たと信じたその姿をはっきり見ると同時に電光のように私は弦に飛んでいった私は夢中になって炉をつかんだそうしていきなりその炉を二尺ばかり船の中に引き入れてしまったのである最後の力を全身に込めて取りすがろうとしていたその刹那 不意にその救いを取り除かれた健一郎は惨めなものだったその反動として彼はつぶりと水の中に上半身を突っ込むとくるりと腰の方が水面にちょっと出たそうしてしばらくは彼の姿は見えなくなってしまったしかしぼんやりと見つめている水面にどうして現れたか 健次郎はもう一度首を出した。その時の呪うような顔なのだ今でも私を去らないのはあの目あの眼差し彼は何か私に向かって呪いを浴びせようとしたしかし次の瞬間上を向いた彼の口には枯水の水が不気味な響きを立てて入っていった その次の次瞬間には、彼の姿はもはや見えなくなってしまったのである私が人を呼んだのはそれから30分もしてからだったろう私は大声で救いを求めたなぜなら私一人ではどうすることもできなかったからそれからのことは世上で知っている通りなのだ どうして私があの時あんな気持ちになったか今でもはっきり言うことはできないああ私のしたことは正しかったのだろうか賢治郎にはああやって死ぬべき罪があったのだろうか私は一生苦しまなければならない賢治郎のあの最後のまなざしに疲れている私は一生 こうやって苦しんでいかなくてはならないのだ。